はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はプラグインの説明じゃなく、最近浅井ピアノ教室さんという、僕と同じ奈良県の舳倉町というところでピアノレッスンをやってらっしゃる先生と、シンクルームのオンラインレッスンのことでコラボレーションをすることになって、僕の今まで培ってきましたシンクルームのノウハウのあれこれと、先生のピアノ教室、先生はこのコンピューターであったりネットであったりとっても上手に使いこなしていまして、僕のところのホームページからシンクルームなどを使ってオンラインのレッスンをしたいということで、そこから仲良くさせていただいています。このピアノ教室のホームページはとっても充実していまして、その中で画面にありますようにオンラインピアノレッスン、ここで一緒にいろんな取り組みをやってみようということで、僕の方はまだコンピューターのことがよく分からず、シンクルームとか、そしてズームも使ってやるんですけれども、ズームを使ったそのセッティングなどを僕の方で担当させていただいてサポートするという、そういう取り組みがスタートしています。ここに書いてますようにシステム担当ということで、いろいろさせていただいております。このレッスンは子どもから大人までできるわけなんですけれども、従来の対面型のレッスンではなく、シンクルームとズームを使う遠隔レッスンということで、価格も抑えて30分2000円というリーズナブルな価格で対応できるようにシステムを構築しました。レッスンに必要な機材ということで、まずは簡易なヘッドセットからでもスタートできるシステムも組めたり、コンデンサーマイクを使ってやる、そういう方にも対応し、またもっともっと将来的にも DTM や本格的なシンクルームの使い方もできるような自由なセットの対応も考えて、大きく3パターンの導入用のプログラムも作っています。今回のコロナでステイホームということで、おうち時間が多い皆さんにピアノを楽しんでいただこうということで、そしてまた先生と一緒にオンラインで連弾をしてみたり、夜の部というか会社から帰ってからレッスンを受けれる、そういうようなことにも対応して、21時から23時ぐらいまでレッスンを開催しています。先生はヒーリングの音楽にも力を入れていますので、ここに書いてますようにピアノで心を整えたい、リラックスしたい、そのような角度からピアノのレッスンをしようという試みも準備しているようです。なかなかこのようにシステムをうまく組んでいまして、料金の方もとっても分かりやすく解説されています。そしてレッスンのカレンダーも組まれていまして、空きがすぐ分かるようなシステムも導入されています。体験レッスンというのを無料でやっていまして、その時僕のセッティング費用というのは5000円かかるんですけれども、レッスンを3回受けていただいたらですね、その5000円は戻ってくるというような、とっても親切なレッスン対応になっています。先生はお友達のピアノ教室の先生と徐々にシンクルームのノウハウを身につけてこられました。ピアノがとっても上手であっても、リモートレッスンというのはコンピューターの壁がどうしてもあります。それを僕の方でサポートしながら、先生自身の能力もどんどんアップされてきて、今後はレッスンのサポートだけでなくって、 YouTube へのいろんな取り組みなども一緒に研究していこうということになっています。皆さんの中でも DTM をやりかけたんだけれども鍵盤が苦手、もしくはギターは弾くんだけれどもピアノに挑戦してみたい、それも自由な時間にオンラインでレッスンが受けれる、
そのようなとっても新しい形でのピアノレッスンに興味をお持ちの方は、僕の方にでも、もしくは先生に直接でも、 YouTube の概要欄にリンクなども貼っておきますので、村長の YouTube からお問い合わせしますということで連絡をいただいたら、親切に対応してくれると思いますので、今日はピアノ教室の浅井先生との今現在の新しい取り組みについてご紹介させていただきました。これから僕が今まで培ってきた YouTube やリモートレコーディング、リモートセッション、このようなキーワードをより皆さんと一緒に充実した新しい音楽の形を模索していきたいと思っていますので、ぜひともよろしくお願いします。今日はご視聴ありがとうございました。村長でした。浅井ピアノ教室もよろしくお願いしたいと思います。